皆さんどうもこんにちは。いつまで経っても推しキャラ脱機が当たらないウプ主のミーです。そんなウプ主を憐れんでいる霊夢よ。同じくマリサだぜ。ということで今年のお正月も超獣神祭を引いていきたいと思います。お正月の超獣神祭と言ったら新キャラだよね。ああ、去年はガブリエルとカムイだったな。今年はこのキャラ、パンドラちゃんが新登場だよ。よし可愛い、当てましょう。こいつ一瞬で落とされた。じゃあ早速ガチャを引いていこう。今回、新キャラのパンドラだけじゃなくて、新春限定のルシファーとガブリエルも登場だぜ。どっちもすごい可愛いし限定だから手に入れたいね。確定じゃないよ。あんたお正月なんだし確定じゃんじゃん出しなさいよ。ふっふっふっとばー。ガチャ流さんがドバーッと出しました。なんか開けたくねえ。止まってくれたら新キャラの可能性大よ。おお、いきなり。あ、このキャラは新キャラじゃないけど持っていないキャラだね。最初から星5を当てるなんていいスタートじゃない。また止まれ。あ、お量だ。5体目くらいじゃない?よく当たるんだぜ。さっきのキャラは竹見和樹っていうキャラだね。神様っぽい感じ出てるぜ。それじゃあ10連ガチャ2回目いくよ。ストライクショット打っていって。ストライクショット。お前が言ってどうすんだよ。ドバドバドバ。さあこのドバドバの中にパンドラちゃんはいるかしら。え、なんかや。嫌がってんじゃねえか。ストップ。ああ、ローレライ。結果は持ってるローレライだけだったな。それじゃあ10連ガチャ3回目いくよ。確定ショット。おいこら言う嘘つくな。確定来てなくても星5出てるしいい感じよ。卵はいかだ。ほかほかだよ。ほかほかなんだ。さあ来るぜ来るぜ。おお。振り袖がバリエルきたー。よっしゃー、今回の目玉のキャラ一体ゲットだぜ。え、めっちゃ可愛いじゃん。いやー、新年早々眼福だよ。振り袖ルシも今回ゲットしておきたいよな。ああ、ナチュラルに歩き目ですも。また来るか。あ、このキャラは星4だぜ。初ゲットね。バッカだ。星53体ってかなりいい結果だったわね。さあ10連ガチャ4回目いくぜ。ガチャリュウさんまたお願いしますよ。え、バッカを。星5キャラ全般だよ。当たるといいねドバドバ。自分でも何が出るのか分かってないみたい。止まりなさい。お願い。次だ次ー。さあ今度こそ星5が入っていることを願うぜ。ガチャリュウショット。説明しよう。ガチャリュウショットとは、特に意味のないショットのことである。説明する必要ねー。今度こそ頼みますよ。割れるな割れるな。あ、イブちゃんよ。ついでにパンドラちゃんも。まあイブ一体出たしいいな。10連ガチャ5回目行くわよ。パンドラちゃんと振り袖ルシお願いします。なかなか勝っていこないねー。お前が言うか。待ち長に引いていこうよ。まったくマイペースねー。5回目の結果はどうか。止まれよ止まれよ。あ、今トールが出た。おお、ブラフマーか。てっきり本赤で当たっているかと思ったわ。持っているのはサブ赤の方だね。結果はトールとブラフマーだったぜ。さあ10連ガチャ6回目の挑戦よ。今のところかなりの数の星5が出てるぜ。この勢いでパンドラちゃんも引きたいね。行くぞ。ボロ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 。どんだけボロボロすんだよ。ボロボロの結果はどうか。ボロボロー。あああ。ボロボロな結果だった。よし、気を取り直して10連ガチャ7回目だ。確定1回くらい来てー。弾いた。なんだ。これって最近追加された確定演出だよ。やっと確定来たのね。ちょっともう一回お願い。とりあえず確定で星5は出るから一安心だな。その確定の星5がパンドラちゃんかルシでありますように。どうかな。さあドキドキの結果よ。え、待って。で、出たー。パンドラちゃん出てくれたー。え、ちょ信じられないわ。ああ、私もびっくりしてるぜ。うわー、めっちゃ嬉しいしまだ実感湧かない。とにかく当たってくれて本当に良かったんだぜ。あとはルシね。はぁ、今年の運全部使った気がする。ガチャ流の目にうまく入らなかったおかげね。できればまた入らなくていいよ。さあお次はどうかな。10連ガチャ8回目だぜ。もう大満足だけど振り袖ルシもできれば。止まれ。おお、もしや。
あ、初めてゲットしたキャラだ。このキャラは諸葛亮ってキャラだぜ。初ゲットの星5が出てよかったわね。よし、10連ガチャ9回目。もうあと残りわずか。行くわよ。ストライクショットって言った方がいい。だからお前が言っても意味ないだろうが。何が出るかな、何が出るかな。卵、オープン。お願い。ああ、ギルガメさん。何人目だろうな。それじゃあ最後10回目は単発で引いていくよ。去年は単発でガブが出たからな。単発の奇跡が起こるかもよ。あれ、これのあじゃない？マジだ。いきなり単発で出たわよ。信じられないね。ここから星4が出るごとに2倍速にしていくよ。どれだけ早くなるかな。まだまだ早くなるわよ。早くなっちゃダメなんだよ。もしここで星5が当たったら元の速さに戻すよ。出てくれるといいな。しかし、うぷ主たちの思いとは裏腹にどんどんガチャのスピードが増していく。ちょっともうすぐ終わっちゃうよ。最後くらい。ということで以上お正月超重心祭でした。欲しかったパンドラも限定ガブリエルも当たったし、今回かなりいい結果で終われたぜ。皆さんも運試しに引いてみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日もやみやみじゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。主にしてはかなりいい結果だったぜ。まあ、運を使い切ってないといいだな。